死亡したのは暴力団新選組の2代目総長近藤勇康さんです。2代目の仇は必ず我々が。危険なのはむしろこれからです。てめえは金のことしか。秩序をもたらすリーダーが現れなければ地の雨が降るでしょう。3代目はもう決めてある。え？うん、ナイスデザイン。今年は何個採用されました？ゼロかな。近藤君？あ、秋野さん。俺はヤクザが嫌いです。お前はどこまで行っても二代目の息子。バックにヤクザがいるって。片木がヤクザに口出ししないでもらえますか。人を騙して苦しめてそんなに楽しいか。坊ちゃんの中にはやべえヤクザの血が眠ってんだよ。